ちは、尾崎美希です。今日はですね、じゃーん、お友達のあやぷに来ていただきました。はじめまして、高木あや子と申します。会社員しながらインフルエンサーしてます。お願いします。お願いします。あやぷはめちゃくちゃ美容に詳しくて、私友達の中で一番詳しいと思ってるわ、やっぱり。ということでですね、今日は美容対談をしていきたいと思います。やってよかった美容医療、なんかお金もったいなかった、やらなくてよかった、ランキングを3位ずつそれぞれ発表していきたいなと思うので、最後までご覧ください。それでは動画スタート。はい、それではまずやってよかった美容医療美容整形ランキングトップ3をご紹介します。はい、せーの、じゃーん、じゃーん。あ、一緒だね。なんかほぼ一緒。ほぼ一緒。一緒じゃないんだけど、なんか。そう、部位は違うけど、やってる施術は結構似てる。うん、似てるね。やっぱいいよね。チーから。はい、いきます。説明していきましょう。うん、私リップヒアルで、あやぷがこめかみヒアルでした。はい。こめかみヒアルは、ここ？なんかここに入れるんだけど、20代後半以降になると、そげてくるらしいの。嘘、知らなくて、これそげてるなんて思ってなかったんだけど、先生にここそげるから、ここにヒアル入れるとなんか輪郭が高まる。あやぷもともと顔細め？うち、ここが出てる。え、一緒、ほぼにめっちゃ出てるから、よりここがへこむの。あ、そういうこと。だからここ入れるとなんかボコボコしないからいいって言われる。整って、そうそう。え、痛い？どうやって？意外と痛くない。嘘、てか結構一番痛くない。普通に近い。え、すごい。すごくない？ここにさ、ブスってさせてくる。ここからブス。え、唇は麻酔やった？やってない。何麻酔って？リップヒアルやった時に。セスに行ったの？うん、私麻酔しない。倒れそう、倒れそう。時間もったいない。本当に似てる。麻酔の注射も痛くない？そう、麻酔の注射がめちゃくちゃ痛くて、で、それがもう泣いてて泣いてる間にもうここら辺から効いてきて、だんだん麻酔がいろんな角度からこうやって入れられた。上も下も？上も下も、でもそんな量入れてないんだけど、なんか M 字、うん、M 字ちょっとふっくらさせたいみたいな感じで、リップが塗りやすくなった。あ、やっぱそうなんだ。左右差とかもあるし、ね、からめっちゃ良かった。残ってる。ここは結構2年に1回ぐらい。あ、本当？なんかなくなる、なんでだろう。動いちゃってるの？動いてくるのとかではない？とか溶けていく？うん、これまだね、半年とかなの。あ、半年なんだ。そう、唇は、うん、唇はめっちゃ持つか、もう2年以上やってる。あ、本当？うん、嬉しい。じゃあもうちょっと持つね。気になってるふっくらさせたい部位って、ね、に入れるのがおすすめです。じゃあ2位です。はい、2位は脂肪吸引とリニアハイフですね。私リニアハイフしたことない。機械で、この顎下周りをなんか照射していくんだけど、普通のハイフよりも多分強烈、痛い、痛いんだ。痛いんだけど、でもなんかめっちゃ効いてる感じがして、大事な撮影の前とかに、頑張って3回、1週間に1回だったかな。そんな頻繁にやるんだ。 3回ぐらいした気がするんだけど、顔キュッてなった。だってめっちゃ、もともともう小目つぶみたいな。違う違う。すごい良かった。でも最近やってないから、もたつきが気になる。団体もないの？その日もメイクしていいし、赤みもそんな出ない。あ、いい。から打って終わりって感じでした。大切な予定がある前にもいいね。あ、そう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 。ウェディングの人とかでやる方も多いみたいな。脂肪噛みすぎ。脂肪吸引は、顎下ってどっから？ここ全部？あ、ここ顎はちっちゃくて、私一緒だよね、多分。ここの短さ、一緒じゃん。多分アイプとなんか骨格顔一緒。そう、だからここら肉たまんない。わかる。でしょ？たまに20秒になるんだけど、前もっとこうやっただけですっごい20秒になって、ここにお肉がたまるから、それがまあまあなかなか。すごい。もたついてこない？脂肪消えたら。え、たるまない。いい。わかんないけど、今んとこここから取ったこの耳のこの後ろ、だから全然跡が。手術中は痛くないんだけど、麻酔してるから。終わった後、多少は痛いぐらい。でも、ハイフとか。ここ、青みとか出る？なんか脂肪吸引。黄色やぞ。あ、やっぱそう。それ、いつぐらいで消えた？1週間ぐらい。早いね。10日ぐらい。すごい。良さそう。めちゃくちゃいい。気になります。ダウンタイムね、取れる方はいいかなと思います。それでは、3位です。リップのアートメイクと、私、眉のアートメイクです。これ、いつやった？
リップは2年に1回やってる。もう4年前ぐらいか。すごい、もう色めっちゃ入るじゃん。めちゃくちゃいいくない？私リップやったことない。リップやってないんだ、うん、眉毛だけやって3年前とかに確かやったの。結構もう描いてる。結構、うん、描いてない。すごくない？何もやってないんだけど、2、3年もう残ってます。そんな持つの？そう、もう今眉マスカラだけとかでいけちゃうので、めっちゃ良かったです、うん、私眉毛もともとなくって。そうなんだ。描くの大変系だったの ね、メイクがね、うん、これは本当にやって良かったです、うん、眉毛だからチクチクするぐらいでそんな痛くなかった、ね、そんな痛くないよね。でもリップは超痛い。そう、だってさ、リップのヒアルで痛いのやっぱりさ、もうずっと細かくこうやって、もう小刻みにずっとやってんの。嘘。めっちゃいい。だってすっぴんがさ、唇がさ、色あるから、うん、なんか肌が明るく見える、うん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 、メイクしなくても、ね、うんうん、眉毛もそうじゃない？わ、うん、かる。2回やるんだけど、眉毛と一緒で1回目はなんかすごい濃いめの赤とか入れて、うんうんうん、くすみとかあるじゃん、ちょっと唇って、うんうんうん、そのくすみを飛ばすんだって、みんな同じ色を入れて、で、2回目になんか好きな色を入れるらしい。今ってリップ塗ってる、うん、落とすとどれぐらいの色になってる？ナチュラル、なんかすっぴんで浮かないような色にしてもらってて、これがすっぴんちょっと変じゃん。まあ確かに、うん、ボンって感じだよね、うんうん、ここだけボンみたいな。めちゃくちゃ一番いいかも。嘘、うん、ちょっと怖い。でもなんか痛い。痛いの。麻酔とかないのにって。麻酔やんのに痛い。なんか効いてんのか効いてないのかみたいな。うん、次はですね、うん、やらなくてもよかった、お金がちょっともったいなかった美容医療整形ランキング3を紹介します。はい、じゃん。よどーん、1位、おー、FG、 これマジで自国自国の話題。名前が話題だよ今。 FGFEDPRP、 ちょっと待って知らない。これ何話題になってて、うん、自分の血液を取ってなんか機械にかけていいところだけを取って、うん、それを肌に注入とかすると、うん、なんか肌が潤うみたいなので、うん、PRP っていうのは別にいいものなんだけど、いい FGF っていう、うん、FGF が何だか忘れちゃったんだけど、うん、っていうものが入ったやつだとパレッなんか膨らんだりする。だからまあ言うてここがこけてるとかここがこけてるとかいう人が打ったりするんだけど、ほうれい線とかふっくらしてくれる、ふっくらしてくるから、うん、すごくちょうどよく膨らんでくれたらいいんだけど、膨らみが予期できない。どんどん風船みたいに。そう、うわー、めっちゃ怖い。でもまあちょうどいいかもしれないし、わかんないから。わかんないの。最終的にしこりになっちゃう人とかもいるし、顔が。それを私知らなくて、肌が綺麗になると思って、うんうん、UGLPRP っていうのを悪いっていうのは今すごい有名で、うんうん、もうそういうのやめましょうっていう風になってるんだけど、その5年前とかにあったから、うんうん、その時はそういうのなかったから、痩せるとここがめっちゃこけるのが嫌で。うん、ここに打ったの。今とかもしこりめっちゃあるから、なんかこう触ってとか硬いみたいな、脂肪とかと混ざっちゃってちょっと硬い組織になっちゃうみたいな。だからなんかでもだいぶそれ消えた方で、ね、だいぶ消えた方、うん、ちょっと危ないですね、うん、怖い施術。そう、そんなのあるんだ。私はほうれい線ヒアルがめっちゃ微妙でした。前からくぼみが気になってて、分かる。ここにほうれい線を入れたんだけど数ヶ月で消えたんだけど、早くない？復活したすぐ、1ヶ月とか2ヶ月とかだった気がする。本当にすぐ復活した。流れちゃったってことか。流れたのかな。何がおすすめ、ほうれい線。そう、私めっちゃ気になるんだけど、なんかここにヒアルないよ。あるある、ないよ。ちなみにあるよ。ないなんかここに入れるとなんかここがこう見える可能性もある。口が出てるみたい。なんかここが大きくなると口ごぼみたいになるかもしれないかね。ここやりすぎると。ここが気になるならこっちを減らせって言われた。あ、逆にね、うんうん、頬のお肉を減らした方がいいんだ。がいいみたいな。こことか引き締めたりとかギュッてした方がいいみたいな。勉強になる。減らします。大丈夫です。じゃあ2位ですね。私は目頭ボト。そう、初めて聞いた。ボトックス。私は肩ボトです。目頭ボトってどういうこと？そう、なんか今まで気にならなかったんだけど、うんうん、30歳ぐらいからめっちゃ細かいんだけど、ここのさ、シワシワってよりファンデとか、わかる、たまるよね。そう、シャドウとかが微妙にたまるみたいな、うん、ちっちゃいシワが気になっちゃって、うんうん、ここに打ってみたのボトックス、うんうん、そしたらここのシワはもちろん消えてめっちゃ良かったんだけど、うんうん、まみれ袋までなんか全部消えた。消滅したの。
無理じゃん。涙袋を消えるとさ、ここが長く見えるし、うんうん、おすすめしません。メガシラバトってここに入れただけで、ここが全部消えちゃう。そうな、ここにちょっと打っただけで、うん、ここが全部。え、涙袋すごいね。できてんのかな。メガシラバトね、うん、私は肩ボトで。肩ボトみんなやってない？やってて、めっちゃ肩凝って、ここがなんかもっこりするの嫌じゃん。私2回打ったんだけど、うん、2回とも意味ない、うん、結局肩凝るっていう。分かる、うん、やった1週間後ちょっとだるくない？だるい、筋肉重いみたいな感じになるし、うんうん、なるし、うん、あんま効いてない気がしない。分かるね。何も意味ない。しかも高いの、意外と肩ごとって、うんね、結構量入れるから、ね、そうそう、なのでおすすめしません、うん、はい、めっちゃボコってなってるから、うん、やばくない？え、こさて服で、あ、服で、え、硬い！やばいでしょ？え、やばいでしょ？待って、私結構自分硬いと思ってたから、ガチガチ。あ、やっぱもっと、え、どうして？どうして？多分私首前出ちゃったの。癖でこうやっちゃうの、赤がかかっちゃうの。なんでそんな、そう、ここは、なんなん、私多分ここが張ってんの、疲れすぎて。目と首の筋肉が凝っちゃって、うん、ここがなんか疲れる、うん、らしい。だから肩とかを動かしましょうみたいな。確かにもう簡単だよね。はい、ということで2位でした、うん、次3位です。ハイフと私 BNLS 注射です。ハイフはどこのハイフ？この辺はいいじゃん、うん、引き上がったりするから、うん、そうそうそう、ここに打っちゃうと、これ他のところはいいんだけど、うん、この痩せてるところに打っちゃうと、うん、より痩せちゃう、効きすぎちゃう、そう、うん、よりこけちゃって。ハイフはいいんだけど、打つところを気をつけようと思った、うん、先生が決める、自分でお願いする、ハイフの打つ場所って。本当に信用してる先生にはお任せするけど、初めて行くところとかだったら、私はここは気になるんで、ここは打たないでくださいとか言う、うんうん、なるほどね、うん、じゃあハイフはもう自分で場所を、ね、うん、見抜くのが大事、はい。私は、うん、これは脂肪を溶解注射で、うん、リニアハイフとかやる前に顔に打ってみたの、うんうんうん、結構量いるじゃない、うんうん、BNLS って、うん、え、何も聞かなかった。何も聞かないよ、うん、BNLS は本当に聞かない。先生。種類によるんだって。本当に。でも私大学生の時とかで、あ、結構めっちゃ無知だったから、うん、なんか物による。え、いいの、いい、脂肪溶解注射っていろんなのあるじゃん、うん、BNLS は本当に聞かないって言われてるけど、これはね、うん、なんかハット X みたいなやつとか、うん、なんかそういう超強いやつもあって、それとかは詳しすぎない、本当にすごいんだけど、大学の知識全部欲しい、頭の中。とにかくこれは何にも変わらなかったので、これ量続ければ痩せていくのかな、それも未知。変わんない、絶対変わんない、変わんないんだ、うん、もう大学してる。お金無駄だよね。お金、そう、お金無駄。これは本当にお金もったいなかったので、うん、ちょっと参考にされてみてください。はい、ということで今日は美容のにめっちゃ詳しいあやぷと一緒にね、ほんと先生だったいや違う、やってよかったのとやらなくてよかった美容医療美容整形を紹介しました。あやぷありがとうございました。ありがとうございます。次の動画はですね、あやぷと一緒にこの秋冬おすすめのコスメをご紹介したいなと思っているので、次の動画もぜひ見てください、はい、それではバイバイ、バイバイ。